も引かず、レギュラー復活、ローカル鉄道の旅、で貫禄の、クズ発言、連発。漫画家でタレントの蛭子能収、71、が俳優の田川陽介、60、とコンビを組んだ旅番組でクズ発言を連発して、人気シリーズ、路線バス旅、ファンを喜ばせたようだ。この様子が見られたのは、3月9日放送の、田川、蛭子のローカル鉄道、寄り道旅さん。テレビ東京系、でのこと、一世を風靡した、ローカル路線バス乗り継ぎの旅。当局系の名コンビが、ローカル鉄道を乗り継いでゴールを目指す1泊2日のガチンコ旅の第3弾だ。今回の旅はマドンナとしてタレントの鈴木奈々、30、を迎え、青森県の青森駅を目指して、岩手県の盛岡駅からスタート。手袋を忘れたという鈴木奈々に、田川が旅の資金から買ってあげようと提案すると、蛭子は、じゃあ俺も何か忘れてくればよかった、と、自腹で手袋を買って損したと発言。早速田川に、何言ってんの?と突っ込まれた。そして、今回も旅の資金を管理するお財布係を蛭子が務めるのだが、スタッフからお金を受け取った途端、蛭子は、もし、競艇場を見つけたら、ギャンブル、やってもいいの?と不穏な発言。田川は、行かないって。かけても資金は、増えないんでしょ?とダメ出しした。このやりとりを見ていた視聴者は、ツイッター上で、相変わらずのクズっぷりを発揮する蛭子さん、などと喜んでいた。また、岩手の道の駅石神の丘のレストランに昼食で立ち寄った時、田川が、せっかくなら、名物を食べないとね、と、特産品のキャベツを練り込んだ、緑色の中華麺を使ったラーメンを注文。しかし蛭子はお構いなしに好物のハンバーグを注文すると、一切料理の感想も言わずに食べ終えてしまう。このシーンでは、またもや視聴者から、やっぱりご当地グルメを食べない。と、空気を読まない蛭子に大受けだった。最後までマイペースに旅を続けた蛭子だったが、路線バス旅からのファンはツイッター上で、鉄道になったけど、このコンビの旅はやっぱり面白いなぁ。土曜の夜だなぁ、と安定感が得られる番組などと、名コンビ復活を歓迎する声が寄せられていた。当局が3月1日に行った4月改編説明会によると、二人の新レギュラー番組、田川蛭子の旅バラが4月18日にスタートするという、今後も蛭子の脱力系クズ発言を楽しめそうだ。